これは縦並みの横波表示ですだから右にずれたお客さんは上にずらして描いてます左にずれてるお客さんは下にずらして描いてますそれを図示しなさいっていう問題 B 上にずらして描いてるやんだから実際は右にずれとうねんこの辺にいんねん次 F のお客さんは下にずらして描いてるでしょだから左にずらしたらいいねんな次 H のお客さんも同じく下にずらして書いてるから実際は左なんですでは次ここからはまた復習です倍出つまりお客さんの速度が正になってるんですけど速度って向きを含んでたよねじゃあどっち向きなんそうこれ右です X 軸右に矢印書いてるけどこれが正の向きなんですで縦波の横波表示でいうと上向きやねじゃあ上下の動きは ちょっと未来のグラフやね。山や谷をこうちょっとずらすわけよ。ほんならこんな感じのグラフが書けますよね。それで上にずれてるお客さんっていうことは例えば D とか E とか F やね。じゃあ G はダメです。両端は 一瞬止まってますから G はこの瞬間止まってますあ確かにこの後上には動くんだけどこの瞬間は止まってるから答えに選んではいけないねだから答えは DEF です <laughs> 次マイナス X 方向に最大の速さで動いてるやから表現の仕方が違うだけで向きはさっきの逆やねマイナス X 方向っていうのは X 方向と逆やから左向きなんです つまり横波表示の下向きってことやな。速さ最大っていうのは振動中心やね。振動中心まず候補としては真ん中にいる A とか E とか I っていうのが候補に入るんやな。で、なおかつ下に最大ということはちょっと未来のグラフより A は下 E は上でしたよ。I は下。ってことで答えは A、I。